と俺って、不可能を可能に。暁ガンダムとは、機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する、かがりちゃんのパパンが作った、なりきん趣味の金ピカガンダムである。そう、ガンダムなのですよ。本来の名称は暁。バンダイさんがプラモを売りやすくするためなんかじゃなく、ストライクと同じ OS を使っているんで、一応ガンダムなのですよ。オーブの暁島の秘密基地に封印されていた伝説の魔人だったんだけど、かがりちゃんの叫びによって覚醒、ビームを反射する金ピカ装甲と、フィンファンネルもどきの不思議武装で暴れまくったのですよ。さすがやね。かがり再び。やっぱりかがりちゃんは弱っちかったね。そうだよね。大足とかより蓋を装備してオーブに駆けつけるも、デスティニーに乗ったしんちゃんの敵ではなく、危ういところをキラ様に助けてもらっちゃったんだい。これに懲りたのか？暁はネオの兄さんにあげちゃって、バックパックを宇宙用の知らぬいに換装を、アークエンジェルの搭載機として攻防ともに活躍したってわけですよ。ネオロアノークとは、ドミニオンの砲撃からアークエンジェル、いやさ、おっぱい艦長を守って、華々しく宇宙に散っていったムーの兄貴を、新生、リバイブして蘇らせたおっさんだよ。兄貴は死んだはずなんだよ。ヘルメットが宇宙に流れてたじゃないかー。スペシャルエディションでは、そのシーン、カットされてたよねー。劇中では、ファントムペインの3人組に命じて、ザフトのガンダムを強奪したりと暗躍していたものですよ。レイザバレルとの絡みや、中の人である小安つながりのせいで、ムーの兄貴じゃねえの。なんてお説やクローン説が、一人歩きしていたものですよ。謎が謎を呼び、当時はミステリアスなキャラだったのでありんす。キラ様に撃墜されてアークエンジェルに収容されたら、やっぱり正体はムーの兄貴だったじゃねえのよ。よかったね。この時点で、ステラちゃんのこととかはなかったことになっちゃって、なんやかんやで味方になっちゃったのですよ。バナイねえ。しかーし、昔の女のことは忘れたまんまだったのだー。ミネルバがアークエンジェルに放ったタンホイザーを暁で受け止めたことにより、ムーラフラガだった頃の記憶がフラッシュバックして戻ったんどす。大丈夫だ。もう俺は、どこにも行かない。このシーンは、ガンダムシードデスティニー屈指の名シーンと呼ばれたものですぜ。フィンファンネルみたいなシールドをバンバン展開して、ミネルバからアークエンジェルを守りきり、インフィニットジャスティスと共にレクイエムの破壊にも貢献しましたよ。はい。みんな揃って、大断円でシードデスティニー完結ってわけなのだー。泣いてるやつもいたけどね。キットの値段は2400円。2006年に発売されたのでございますよ。ガンプラ名物の金メッキ仕様のキットなんで、お値段はお高めなんどすえ。こんなの金持ちのガキンチョにしか買えねえじゃないのよ。参ったねー。プロポーションは設定画よりも細身で、アニメよりのイメージが強い印象だよ。可動範囲はそこそこ広いんだけど、肩のダブルボールジョイントのこれじゃない感が半端ねー。メッキ部分は、ハイグレードユニバーサルセンチュリーの100式などと同じくアンダーゲートを採用してるんで、ゲート跡が目立たない仕様なんだよね。でもねー、合わせ目の目立つ部分が結構多くて困っちゃうのでございます。肩アーマーやシールドなど、メッキの上からは塗装がしづらい部分があるのも困りものだよ。本当にね。関係ねえやってな感じで上から塗装してもいいけれど、やっぱりメッキを剥がしてから塗装したいところだよね。ちなみに、メッキしてある部分のプラの成形色はブラックなんで、明るい色の発色が悪いのよ。うまいこと剥がせば、そのままでも見れねえこともないけれど、ピンポイントでメッキを剥がすのはすんげえ難しいのだよ。てか、そんなの誰もやんねえよ。このキットの場合は、プラモのシンナーでクリアイエローを溶かした後、キッチンハイターか、マジックリンにつけてメッキを落とし、お好みでサフェイサーか、ラッカー系のあまりの塗料をちゃんぽんして作るブラックの下地剤を拭いてから、シルバー、クリアイエローの順に塗料を拭けば OK だよ。濃い部分はクリアオレンジだよね。当然、エアブラシじゃないと難しいのよ。色を重ねるんで薄めに拭く必要があるからね。まあ、メッキパーツのメッキを落とすのがめんどくせえって理由で、買ったものの、押し入れに積んだまま眠っている可能性が高いキットなのですよ。パチ組みするにしても、手袋をつけて作業しないと、指紋がベタベタついて目立つったら怪しねえのですぜ。そう、そうなのですよ。俺ってば、めんどくさくなってパチ組みしちゃったんだよねー。でもまあ、もう一個買ってたもんで、そのうちちゃんと作ろうとか思っていたら、いつの間にか積みプラに埋まっていたのでございます。忘れているようなら確認するのをおすすめしますぜ。積みプラが増えると、積んでたことに気づかないで再販版を買っちゃうよー。なんて、前にも言ったような気がするねー。武器は、ビームライフルに、連結可能なビームサーベル、シールドのほか、知らぬいパックにつくビーム砲塔が7個付属してるのさ。そのうち4個にエフェクトパーツが付けられるのですぜ。漢字のマーキングは、ガンダムデカールで再現する仕様なのが嬉しいねー。さすがにバランスが悪いんで、台座を使って飾りたいところなんだけど、キットには、腰に台座を取り付ける穴っぽこはあるものの、台座そのものは付いてないのさ、とほほほほー。台座がついてるキットを買って使ってよね。という、バンダイさんの計りごとなのだー。ハイグレードシードシリーズ専用スタンドを使えば、迫力の構図が自由に決まるぞ。